無料で、無料でプログラミング覚えられるようになりますみたいな、ドーンみたいな。青汁はカルロス・ゴーンと同じ日に保釈されたんです。おすすめです。ホリエモンチャンネル。はい、それでは本日のゲストをご紹介します。スパルタキャンプを運営してます、中軽前誠さんです。よろしくお願いします。そして、そのスパルタキャンプの第1期生。の卒業生の方ですね、株式会社ネクストレボリューション代表取締役の高橋一馬さんです。よろしくお願いします。スパルタキャンプは無料ですよ。無料です。無料ですよ、はい、それがねすごいですよね、はい、いや俺でもその八幡平の魅力はあんまり言わないから、はい、あそれなんかもう3回目ぐらいでしょ。今回告知させていただけないと4回目、4回目で、4回目で初めて知ったよ、はい、その安比高原があるの、うん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 、なかなか今まで大体スパルタキャンプのことには何も今回触れてなかったので、うん、触れていきましょう、はい、堀江さんのおすすめなんでね、うん、ね、うん、いやでもさすごいね、なんかスキー場までどれぐらいあるんですか、その合宿所みたいな。合宿所から20分、車で20分ぐらいですね。あ、近い、はい、めっちゃ近いじゃん、はい、すぐそばです、はい、でそのアッピコン以外にもスキー場たくさんあって、もっと近い10分ぐらいで行けるスキー場とかもあるので、合宿所からはいいじゃん、はい、めっちゃいいじゃないですか、はい、合宿所、まあこんな感じの施設で。合宿所綺麗、はい、あこんな感じなんだ、はい、これはあの大部屋で、畳の大部屋が2つほどあって、無料なんだ、うん、すごいじゃんって、はい、みんな無料だっていうことを知らなかったっぽいよ、うん、あもう4回目なのだってあれでしょ、市の予算でやってるんでしょ。そうです、はい、ね、うん、そうだから要はここに来てほしいんだよみんな。そうこのね、うん、場所に来てほしいからスパルタキャンプ、来て起業したらまた何か特典あるんでしょ。そうですね、起業家支援センターっていうですね、まあ、あの元うち合併してあの庁舎建てちゃってるんですけども、うん、合併したて使わなくなった、建て庁舎の一室を5年間無料で使えるシェアオフィスとして開放しております、うんうん、ほらねえ、うん、なんだよ無料だったのか、だから倍率高かったのかほら分かってないんだよ。だから無料って言わないとドーンっつって、確かにスパルタキャンプ無料無料で、無料でプログラミング覚えられるようになりますみたいな、ドーンみたいな、なんかあれなんですよ、やられたんですよね、なんか。そうです、私1期生ですよね。忘れないうちにちょっと話していきましょう、はい、高橋さんです、はい、高橋さん、はい、高橋さん、私も地元八幡平でなんか無料の地元なんですか。地元なんですよ。あ、そうなんですか。で無料でなんか地元で学べるって怪しいなんか広告を見て怪しい、怪しいよね確かに確かに第1期生は怪しく感じますよね、はい、そうなんです。本当に一番最初に受けられた方はなんかこれ最後終わった後情報招待かなんか売りつける類いがしたみたいなって思ったって言われたんで、うん、まあそうだよね、超高級のね、まあ、俺もそう思うそれは確かに、うん、はいはいはい、全然情報がなかったので、ね、無料で8日間ってなんだろうと思ったんですよ、うん、でなるほど、受けたらやっぱりすごい良くて、うん、でそこから私もその運営側の会社に転職したんですよ。なるほどなるほど、はい、あそういうことなんだ、はい、実際身につきました8日間で。身につきました、はい、まあ、私はもともとその IT 企業で働いてたんですけど、ちょっと別なその言語を覚えたいなっていうのもあって、あとこういうところに来る人とちょっと知り合いたいなと思って参加したんですよね。やっぱり今もそういう方たちとつながっているので、やっぱりそういうプログラミングプラス出会いみたいな感じのところはあります、ね、うん、いいじゃん、なんかもうちょっとだね、なんかもうちょっとだね魅力が、うん、魅力伝えるのが、うん、もうちょっと、うん、さっきの宿舎のが、うん、あの温泉宿の隣に立ってて、もう全然知らないよ、はい、知らない、もう4回目なのに、4回目なのに、はい、温泉宿の隣に立ってて、その隣にあの温泉入り放題券付きで、はい、え、券ついて、温泉入り放題の、はい、1ヶ月間温泉入り放題なんですよ、そこに暮らしてる人は。何それ、はい、めっちゃいいじゃないですか。1日何回も入れるんですよね、はい、でご飯は、ご飯はあの自分でどうにかしてくださいって、自分でどうにか、どういう風にすればいいの、みんな自炊される方だったりとか、あと外食される方だったりとか。外食できるところとかあるんですか。そうですね、すぐ近くにあの結構そのキャンプ生がたまり場にしてるお店があったりとか、 あとはそのさっきのこの起業家支援センターってその、シェアオフィスを、うん、そのキャンプに参加してる方たちにはずっと開放してるんですけれども、そこのすぐ近くに白米おかわりし放題っていうお店があって、そこに入り浸ってたりとかしてましたね白米おかわりし放題、はい、
定食屋みたいな定食屋さんで、はい、男女比率大体ほぼ男性で、うん、時々女性が、うん、男子校ですね、うん、男子校です前回多かったですよね前回は女子が結構多くて、うん、なんでなんでなのか分かんないですけど前回何を教えたんですか前回教えたのは Python です Python、はい、Python 編はすごい人気でした、やっぱりみんな AI みたいな感じでああなるほどなるほど思ってそれがだって倍率13倍ですよね、はい、なんか青汁王子の話聞きたいらしいですよみんな青汁王子ですかちょこちょこコメント青汁も保釈されたんだよ実は知ってた？そうなんですか。青汁はカルロス・ゴーンと同じ日に保釈されたんで。全然さすがいい日に保釈されましたね。知らなかった。ニュース超被ってたから青汁のことみんなも忘れちゃったんで。いいタイミングでしたね。今まあでも割と早く保釈されてよかったねっていう。まあまあもう別に特に逮捕する意味ないけどな。もうだって証拠全部固まってるしな。あとは認めろっていうことなんだよね。すいませんでした、ごめんなさいってさせるためにあいつあれだよ捕まったんでバカだよな。あのね税金はね無理。カルロス・ゴーンはまだ全然目はあるけど、税務署は大変。税務署って国税は大変。あのね実質課税されちゃうから。分かる実質課税されちゃうって意味。いやどういうことですか。まあつまり、うん、なんかこういう理屈でここは消費税払ってませんみたいな理屈を作るんだけど、その理屈がなんていうのかなこう形式的な理屈だと通らないんですよ。うん、だからどこどこにコンサルティングフィーで300万円払いました。うん、いやこれただのあれでしょ。課税逃れでしょうみたいな。あ実質的にこの300万円の分の仕事しましたかみたいな。あそれを取ってつけたようにそれなんか例えば分かんないけど半年前にその日付をずらして契約書を結んでたりとかするとやられちゃうわけ。例えばあの、うん、あれだよあの石井館長はさ K1 の石井館長が捕まった時は、うん、ファイトマネー10億円とかを、うん、その要は架空計上してたんだよね。あ払ったことにして、はい、外国だしあ感じで向こうの調書は多分取れなかったんだろうけど、うん、こっちの契約書はバチッと巻いてやってたんだけど、うん、これだからずっと実はその10億円で石井館長をなんかお金の流れおかしいなっていう形で、うん、もうだって銀行の口座の紹介とかもできるから、あの令状あれば、はい、でそうやなんかはねえな、だけど契約書ちゃんと揃ってんな、どうしてなんだろうみたいな感じで調べてたら、はい、なんかもうほんと目を皿にしてずっと見てたんだって、うん、いろんな資料を、うん、そしたら逮捕する日の前日かなに見つけたんだって、うん、何を国税が査察が、うん、あ近いかな特捜だったかな見つけて、うん、で館長はなんで捕まったんだろうみたいな感じで取り調べ室にまず初めて東京拘置入って行ったら、うん、どうしたかっていうと、うん、石井何でお前捕まったのか分かるかって言われて、いや分かりませんつって考えてみろって言います。いや分かりませんみたいな。あマイク・タイソンだそうのファイトマネー10億円、うん、契約書見たら、うん、なんか K1 の事務所を1年前に引っ越したんだって、うんたら契約書さん引っ越す前の住所で書いてるはずなのに引っ越した後の住所になってたんだって。あ見つけたみたいな。はあそんなところに穴が。そう、あバックデートっつうんだけどそういうの、うんバックデートして契約書巻いといてくださいみたいな。うんダメだよバックデートしたなるほどね。そうそうなんですよ、うん、青汁王子は差し入れしてないよ僕の友人が差し入れしてました、うん、そうなんですよ。青汁がなんか今度和牛を食いに来るらしいよ。出所祝いで出所祝い出所祝ってあげてください。青汁なねえ
さんに相談したいことがあるんですつって、捕まってもテレビに出れますかねそれ前日の話でしたよね、確か。そこかよ、捕まる前日にその相談をする。リエモン保釈金戻ってきたって、戻ってきたけどそのままライブドア行っちゃったよ、うん、それは全部そこは和解契約の他に入ってるんで、はい、はい、青汁は実刑かどうか分かりません結構多分半々です、半々、はい、うん、はい、はい、じゃあ今日はここで締めましょうかね、はいはい、HIU ニュース参りましょう、はい、スポーツ系グループでは HIU 野球部を発足しました、うん、野球をしながら野球を観戦しながら、うん、野球をしながら野球を観戦しながら交流しましょうということで、女性の方でも楽しめる内容となっており、プロ野球の公式戦も始まりますので、野球好きな方はぜひこの機会にということで、はい、うん、こういういろんな取り組みもやってますので、ぜひ皆さん HIU にもご入会ください、はい、それでは最後スパルタキャンプの告知をカメラに向かってお願いします。岩手県八幡平市でやっております、スパルタキャンプ無料です。プログラミングを全くのど素人から毎週土日4週間計8日間でプログラミングができるようになります、うん、今回ご紹介しますのは SWIFT 編、6月1日からスタートする SWIFT 編は4月の8日から申し込みを開始いたします、うん、申し込みの締め切りは5月の12日です。皆さんぜひ6月毎週土日、6月1ヶ月間体を空けて参加していただきたいと思います、うん、よろしくお願いします。無料です、はい、全無料ですから ね、 ね、はい、無料です、はいはい、ということで、じゃあ高橋さんも何かアピールあれば、はい、いや本当にいい出会いもあるので、皆さんぜひたくさんエントリーしてください、お願いします、待ってます。いやもっと八幡平の魅力を言った方がいいよ名物とかないのご飯の名物ですか、まあ、八幡平牛っていう牛が牛があるんですけども、なかなかストイックなブランドでして、生まれも育ちも八幡平じゃないと名乗らせないっていうブランド で、うん、で超すごい希少で少量すぎてですね、あまり売るのが大変っていうなんかことになってるんですけど、まあ、一応すごい縄文率が高いので八幡平、結構宮崎とかから昔種をすごく導入してきて、うん、八幡平さんの子牛がいろんなとこにいて、うん、前沢だったり神戸だったりのブランド牛になってる、うん、そうブランド牛になる元牛の子牛産地っていうことで、結構畜産関係者ではそういうの俺言わないとあるじゃないですかご飯も あるじゃないですか、ありますね、で温泉も入る方法、あとスキー場に10分、うん、10分10分10分か10分もあるんだ、以上10分、そして何といっても無料、無料です、バルトキャンプ無料、はい、はい、5月12日まで、はい、5月12日まで受付をしております、はいはいはい、6月ね、ぜひ1ヶ月土日チャレンジしたいという方は応募していただけたらと思います、はい、はい、本日も以上です、ありがとうございました、はい。